今回は J2 からいきなり CL 出場の大出世を見ていこう。J2 から CL? 一体何があったんだ。ゆくさか。かい、その選手って誰なの？ほんまシオンだ。近すぎないかな。名前聞いても全然わからないんだけど。それじゃあこのほんまシオンを軽く紹介するぜ。ほんまシオンは2000年8月9日生まれ、現在21歳でポジションはミッドフィルダー。現在はベルギーのクラブブルッテに所属している。このクラブについてはこの後解説する。最近ベルギー移籍が増えたわね。ほんまはアルビレックス新潟 U15 に加入して以来、アルビレックス新潟一筋だった。確か現在アルビレックス新潟は J2 だったわね。そう。その後順調に昇格していくと、高校2年生、2017年4月にトップチームに西登録。するとその翌月に行われたルヴァンカップ、グループステージ第7節のヴィッセル神戸戦で、途中出場からクラブ史上最年少で公式戦出場を果たした。やるやんけ。さらに、2018年の J2 第33節ツエーゲン金沢戦でリーグ初出場で、アディショナルタイムに決勝弾。これが初ゴールとなった。ヒーローやん。ホンマはアルビレックス新潟でトータル123試合に出場し、21得点となっている。それは期待できそうな選手だけど、日本代表で聞いたことないのよね。アンダー世代はどうなの？実は日本代表には U15 しか招集されていないんだ。そう聞くとますますすごい話よね。J2 でアンダーカテゴリーの代表での活動も少ない選手がいきなり海外、しかも CL 出られるかもって。ところでさ、ホンマのプレイスタイルってどんな感じなの？それでは次はそれを簡単に解説していこう。姉さん大変です。チャンネル登録と高評価会。それは存在を忘れてました。このチャンネルアートシンプルすぎるなって。そんなことより。何ですか？チャンネル登録と高評価しなさい。この不届き者の目が。ああ。じゃあ、ささっと紹介するぜ。ホンマは左サイドを得意とし、ドリブル突破が魅力な選手だ。将来の日本代表は三笘とこのホンマで安泰ねー。さらに強烈なシュート力も持っていて、新潟のメッシとも呼ばれている。メッシに例えられるのはプレイスタイルもだが、身長も関係あるだろう。身長が164センチと小柄なんだ。164か。海外で大丈夫かな？たまにその意見聞くな。身長に関して、このドリブル突破とシュートは小柄だからこそ発揮できるとも言える。それこそメッシのように高さがないハンデを余裕で超える長所があればそれでいいと思う。特にサッカーは高さがなくても他で輝けるスポーツだものね。このドリブル突破とシュート力に関しては以前より J1 で余裕でやれる、海外でも通用すると言われ続けていた。なんかちょっと安心したかも。いきなり海外で大丈夫なのかな？って思ったけど、実力は確かなのね。オファーしたクラブの移籍金とかを見てもかなり評価しているのがわかる。次はそのクラブを見ていこう。ねえマリサ、私とマリサが首だけになってまんじゅう見たくなってる夢を見たの。恐ろしすぎる夢だな。でも私もその夢を見たんだ。暖かいお布団で寝て、起きても体がありますように。お化けが出てもお布団だけは守ってくれるから大丈夫。私たちに体が入るおぞましい夢を見た。恐ろしすぎる。今夜暖かいお布団で寝て起きてもまんじゅうのままでいられますように。それはそれとして、移籍先のクラブもよくわからないのよね。これも簡単に説明するぜ。動画作成段階ではクラブ間合意なので、まだ正式には決まってないことを最初にご了承いただきたい。クラブ名はフランス語読みなど複数あるので一番簡単な。クラブブルッテとここでは呼ぶことにする。このチームってすごいの？ベルギー国内では強豪クラブだ。国内でのタイトルもだが、実は欧州の大会でも実績がある。UEFA チャンピオンズカップ、UEFA カップで決勝に進出している。やるわね。共に決勝でリバプールに敗れて準優勝だがな。ホンマの移籍金は120万ユーロ、約1億6800万円と言われていて、J2 からの移籍としては高額で、期待の高さが伺える。クラブブルッテはリーグ3連覇で今シーズンは CL にも出場できる。楽しみすぎる。まさかこんな形で CL に出場できる日本人選手が出るとは。ただ、現段階では A チームなのか B チームなのかもわからないし、いずれにしても結果を出していく必要がある。次の日本代表でキーになってくる選手になるかもね。最近、いろんなルートができてきましたね。本当に楽しみです。皆さんのこの選手は、絶対に海外に行く。って選手は誰ですか？気軽にコメ欄に。まあ、選手は活躍してくれるだろうけど、問題は監督だよな。次はまともな監督になってることを祈るしかないわね。それではまた次回、戦うよ。右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。
そうね。戦うようとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うようでいいだろ。そうね。戦うよう。